ランしてるやつみたいになるじゃん。めちゃめちゃ成金みたいだよね。ワックワクで1400円払って買ったんだけど、いらんかったな。絶対いらないです。はい、どうもです。こんにちは、スコイキです。今回の話題は人生で買って後悔したものランキングと、まあ、ランキングと言ってるんですけど、今全然頭の中ないんで、一個ずつこう紹介していく感じになるかなと思います、うん。1つ目、ドゥドゥン、ブランドもん。ブランドってさ、興味ないの正直。使ったこともないのに批判するのもなと思ったから、一回ちょっと買ってみたの。去年ぐらいかな、セリーヌのパーカー買ったんだけど、今どうなってると思う？俺が着てるなんか家に見覚えのないセリーヌのパーカーあるから回っちゃおうと思って。ユニクロでいいよね。これいくらだった？わかんない、10万ぐらいするんじゃない。医師国家試験合格おめでとうのあれです。俺もロイベのパーカーとか着るけど別にみたいな感じかな。まあ撮影の時とかさ、ちょっとなんか経営者同士で会う時とか、普通のパーカーだからね。これないと、かぶってほしい。かぶると見えてくる。俺さ、寒い時とかさ、フードかぶんだよ。ブランド自慢してるやつみたいなんじゃん。オフ会で今話しかけられたくない時とかにさ、こうやるじゃん。めちゃめちゃ成金みたいだよね。ブランドでさ、ロゴがパーンって入ってる、ちょっと恥ずかしくない？そのブランドのロゴを使わないと存在感をアピールできたりするなんない。このブランドね、うんってなったな。竹野内さんにね、もっとブランドもん着ろって怒られたんで。なんで？オーラがないっつって。オーラブランドでできる？桑田さんとか春木海さんとかやっぱね、全身ブランドもんだよね。あれが全身ユニクロだったら、なんかあそこまで強烈なキャラクターはできてないかもね。林さんとかもね、竹野内さんとかもなんだかんだ結構ブランドもん着てるもんね。2つ目、手袋代。後悔してる？後悔してないけど、人生で買っていいことはないよね。後悔はしてないよ。まあ、林さんとより仲良くなれたとか、そういう点だったりとかさ、普通にまあその日の晩は楽しいとかそういうのあるけど、どう考えても増えては帰ってこないよね。あれ、人生教えてくれてるからな、歌舞伎町は。みんなすごい嘘つくからね。あのさ、彼氏いるかいないかっていう、まあ、2分の1の質問でさ、めちゃくちゃ可愛い子が揃ってるのにさ、10人連続で聞いてもさ、みんな彼氏がいないっていうの、ね。2分の1かけ10乗で。1024分の1の奇跡が、しかもめちゃくちゃ可愛い子だよ。一般的に外歩いてたら 99% は彼氏いそうな顔の子が、1024分の1の確率で全員いないのよ。 99% はもっとすごいよ。宝くじ当たるより全然すごい。 1% を10回入れてるでしょ。100の10乗分の1だよ。すごいよ。嘘だらけだなって思いつつ、それに飲まれてシャンパンを開け、何のメリットも何の成果も得られないまま使命を変えることになったりとかするとね、この金無駄だったなって思うよね。次、あんまり使ってないネットバンク、月額2000円とかするんだけど、マジでいらない。一回もログインしないもん。使ってないサブスクサービスね。使ってないしサブスクサービスよりも、もう銀行のネットバンクが一番嫌だ。でもオンラインサービスそうだよね、忘れるもんね。俺 L ステップ1個解約したもん。何も変わんないでしょ。バンされてからずっと放置してたやつ、やっと解約したわ。めちゃくちゃいろいろあんじゃん。買いしたものランキングで言うと、 Windows PC とか Mac やってて、この Windows でしか動かないソフトがあるから買わなきゃなって思って買った Windows PC とか、絶対そのソフトもめんどくさくて使わなくなって使わなくなる。俺もなんか Mac にブートキャンプで Windows 買って入れたんだけど、マジで使ってない。ただストレージが食われてるだけだよ。でもさ、いつか使うかもって思って置いといちゃうんだよね。もし Windows でしか動かないものがあったらって思っちゃうんだけど、もう2年ぐらい使ってない。全般的に使わないもんだよね。買って後悔したもの使わんもんこれはねみたいな、それを聞いてんだよって話。何が使わなかあったのっていうことだよね。ピーヒャラって知ってる？分かんない。これ30個ぐらいついたやつがあって、めちゃくちゃ大きいピーヒャラができるっていうので、ワックワクで1400円払って買ったんだけど、空気漏れしててピーこうなんない、後悔した。ピーヒャラやったことある？もう小さい頃あるんじゃない？いらんかったな。いらないでしょ、絶対いらないでしょいると思って買ったの、逆に面白くなる。買って後悔っていうよりは払って後悔なんだけど、情に流されてお金貸してあげちゃったりとか、情に流されて発注してあげたりとかで、そういうのってマジでうまくいかないね。1週間後にすぐ返しますからって言ってた子に50万貸してあげたら、飛んで連絡返ってこなくなっちゃった。何用途？その子は動画編集の受託をやってる子なんだけど、そのクライアントからの未入金があったと。だけど編集者に払わなきゃいけない、でキャッシュフローがパンクしちゃったっていう。でクライアントから今月末に遅れて入金があるはずだから、編集者に払い出しの分を先に払いたいんだけど、銀行口座にキャッシュ残ってないから貸してくれって言われて、で貸してあげたんだけど返ってこなくなった。返信来ないまんま数ヶ月経っちゃった。最近？この2ヶ月ぐらいなんですよ。一言くれたらいいのにね、別にそんな追わないからさ。その返信ないだけでいろいろ失うもんね。普通に悲しかったわ。なんかそんなにめっちゃ仲いいわけでもないけど、まあ、ちょこちょこ仲いいぐらいになったね。普通に悲しい気持ちになった。こっちもさ、50のために裏切らんやろうなって思って50貸したわけじゃん。1000とかだったら裏切るかもしれないなって思って貸すけどさ、50ならさすがに俺との関係性失わんやろみたいな。帰ってこないリスクもあるけど、少なくなんか嫌な感じの終わり方しないよねっていうので貸してるじゃん。50かみたいになるよね。俺情け系失敗してばっかだからやめようと思った。貸さないことが実はその子にとっても良かったりするからね。すごい大変そうだから発注してあげたりとかさ、そういうのはあるけど、基本ね、あだとなって帰ってくる。まあだからそういうのでなんかもうピンチみたいななってる時点で、なんかまともな働き方ができない人なんだろうね。まああとあれだね、下心で発注した仕事だね。俺意外とないんだよねそれ。ん？じゃあなしで。でも下心からめちゃくちゃ良くなるパターンもあるだろ。とかあれは成功？あれ下心でもないよ。
めんどくさい系で放置してたのは良くないよ。滋賀の家とかもさ、ずっと契約しっぱなしだったのいらんよね。え、まだ契約してる？まあまあ一応あるけど、解約しようかなと。島根の家契約しっぱなしで。いやもうやめた方がいいよ。住民票まだあっちだし。まあでもいらんよね。東京もねあっちだからめんどくせえなって思っちゃうんだよ。東京も滋賀だもんね。そろそろねっていうのがあるよね。見栄で入れちゃう系のシャンパンとか、そんな仲良くないけど誘われちゃったし行くかでシャンパン入れとくかみたいなタイプ。シャンパンはね後悔しないタイミングでしか入れないが、でもさ断れんくない？どう？あ、断れない断れない。まあでも別にいいやと思っちゃう。これで助かれたかなみたいな、笑顔を変えたわみたいな感じ。好奇心で始めた特に儲からない事業。はい、通るよ。あれがいきなり2億とか3億突っ込める資金力の時じゃなくてまだ良かったよね。会社売却後とかでさ10億20億資金があります、3億ぶち込んでとりあえず5店舗始めてみました、火の車ですみたいな、ありえんじゃん。そういうのが見えでこの事業やってますって言いたいがために始めちゃった事業だよね。それも儲かることやった方がいいよ。当たり前すぎる。まあそんな感じで皆さんはね無駄な買い物はしないでください。まあでも無駄な買い物をしないということは逆に言えばいい買い物をするってことなんですよね。いい買い物をするためにお金が必要だと。でお金を稼ぐためには何したらいいんですか？マーケティングを学ぶこと。もう何回も何回も言ってるんですが、マーケティングこそが多分この世で一番お金を稼ぐにあたって手っ取り早いスキルかなと思うんですよ。そんなスキルをサクッと触りを学べちゃうメールマガジンがあります。この動画の概要欄を見てみてください。サコ&アホのマーケティングマガジン、リンクが貼ってありますんでぜひそちらの方チェックしてみてください。というわけで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。